はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はね、クラン対戦リーグ終わったとこなんですけども、ちょっとね、その中から1本、動画を見ていただきたいものがあったんでお届けしたいというふうに思います。でね、今回見ていただくのはクイヒーラバルなんですけども、皆さんクイヒーラバルってやりますかね。クイヒーラバルやるときって、私結構ね、その突破兵器ね、どう使おうかすごいよく迷うんですけども、で、そのね、時の、一つの答えっていうのをね、今回、ヤーモンさんっていう方がね、見せてくれましたんで、ちょっとこれをご紹介したいというふうに思います。で、相手の配置はこんな形ですね。防衛施設はすべてレベルマックスで、壁だけ残ってるっていう感じですかね。で、ヒーローはちょっとまだ全部上げきってはないけどもっていうところ。で、こちらはヒーローも含めてすべてカンストですね。タウンホール10同士の戦いで、クヒーをまずはね、この四字側の区画の中に、歩かせて入れていこうと、いうところですね。で、しっかり壁を開いて、ちょっとね、これ、四字から逸れちゃいそうなったんですけども、なんとか、壁の中には入る流れになってきますね。で、ここまではいいと思うんですよ。クイヒーパートはね、ここのいいというか、クイヒーもね、こう、奥にこう突っ込ましていっても、ちゃんとレイジをかけることによって、クイヒーがやられない程度の火力だなというところをね、しっかり把握していること。で、あと、クイヒーパートはあんまね、粘りすぎちゃうと、ラバルで時間切れになっちゃいますんでね、どこでもうラバルパートに入っていくかっていうね、その見極めも結構重要なんですが、全然良くはないですね。簡単ではない話です。が、ここはサクッとヤーモンさんね、やってくれてしまっています。で、クイヒーがね、この後アーチャークイーンを、処理していくんですけども、それぐらいのタイミングで、ソラパートがね、西方面から始まりますんで、そこよく注目してください。はい、で始まりましたね。で、これロックボマーから出してます。で、そのボマーがある程度進んだところでラバルを一気にこう展開していくっていう、こういう流れなんですよね。で、当然ボマーは防衛のね、ターゲットを一挙に集めちゃいますんで、あっさりと落とされるんですけども、どうでしょうね、皆さんこれ見てもらって、ああやっちゃったっていう感じですかね。私は逆にね、あ、なるほどなと思いました。やっちゃった後も一瞬思ったんですけども、じゃないんですよね、全然やってなくって、この辺で、あ、すげえと思いましたね。見てください、これバルーンがかなりこうまとまって動いているのが分かりますよね。これがね、ロックボマーを、先に出した効果だと思うんですよね。おそらくロックボマーを、ラバーを出してから後にね、このバルーンの、一種として出しちゃうと、おそらくね、こういう風に、中から出てきたバルーンたちがうまくこうまとまっていかなかったじゃないかなっていう風に思いますね。で、それをちょっとね、もう一回このリプレイを見ながら、解説していきたいという風に思いますので、ちょっとね、早めて最後まで送ってしまいたいと思います。このままあとは、お掃除を全部終わらせて全開というところですね。お見事でございます。さあ、ではね、ちょっともう一回見ていきましょう。まずね、この攻めの、素晴らしいところ、2箇所ありますよね。一つは、まずこのタウンホールが真ん中にあるのでね、それを、どこからでもこう兵器が入っていける。なんですけども、あえて今回はボマーを使って、いっているというところですね。で、クイヒー、これ4時方面から、入れていってるんですけども、ここ、火力が結構集中しそうに見えてね、意外とクイーンの、攻撃と回復のバランスの方が勝っているので、レイジを使わずにね、この辺まで全部乗り切れると。いうところですね。で、ポイズンここでちょっとね、うっかり誤射しちゃったんで、レイジでね、援軍処理をするという格好になってますね。ただ、ミスのうちには全然入らないレベルの、ことですね、ここは。で、ババキンで、この辺のカットをしていきます。時間切れ防止プラスクイーンの横それ防止ですね。で、この後ですよね。で、今、2ついった、1個目の言う、いいところ、ボマーを使ったっていうところ。このね、ボマーを、後から出す、要はラバーの後から出しちゃうと、当然ながらね、バルーンとボマーが同じような動きをするような、プランニングになっていくと思うんですよね。なんですけど、ボマーってね、ご存知の通り、ヘイストを効かないんですよね。そうするとどうなるか、ラバルパートはどんどんヘイストに乗っかって先へ進んでいくのに、ボーマーはそれに追いつけなくなっちゃうんですよね。で、追いつけなくなっちゃうので、結果的に変な方向にそれちゃって短期行動しちゃったりして、あんまり役立たないような動き方をするんですけども、先にね、ボーマーを出すことによって、まず今赤バルーンがここにこう集中してますよね。
これっていうのは、ラバルが通る、ね、ルートの起点になっているところで弾けてくれたんで、バルーンが一気にもう中の方に入り込んだ形を作ったわけですよね。で、そうなってくると当然、2時3時方面からこう、ね、グイグイグイッと入ってくる、2時7時方面かグイグイッとこう入ってくる、ね、バルーンと一緒にこう半時計回りに回っていくじゃないですか。ということで、ボマーおよびボマーの中に入っているバルーンを、短期で行動させない。でさらに、ボマーを先に出すことによって当然ラバのダメージを軽減できますので、ラバハウンドの延命ができるというこの2点がね、このラバルパートにおける、ボマー先出しにはあるというふうに思いますね。でそこをヤーモンさんよくご存知だと思うんですけども、しっかりね、まずボマーを出していってから、ラバルを展開していくと、この順番がね本当にこの、 美しい全開を生んだ、すごい重要な要素だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。でちょっと補足でこの画面のまんまね編成見てもらいながら、この編成ですと説明をすると、私ボマーってね壁を開けるだとか、あとはドラゴンにね混ぜるだとか、そんなようなね使い方、あとはある一定のね対空砲がない区画を削るとかねいう使い方はよくやってたんですけども、こうラバルに混ぜるとき、バルーンをね、あらかじめ中の方に送り込むために先出し、かつラバの体力延命というね使い方は、このヤーモンさんのこの攻めを見てハッとさせられましたね。非常に重要なポイントだと思いますので、ラバルをね普段お使いになるような方っていうのは特にこの点意識していくと、そのラバルをね使った攻めにおける突破兵器の活用方法の幅が広がっていくんじゃないかなっていうふうに思います。ご存知の方はね、もうご存知かもしれないんですけども、私は結構これね、ハッとさせられました。はい。というところで、本日は、失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼いたします。バイバイ。